皆さんこんにちは、にゃんこです。今日はですね、こちらケプラちゃんのティピタップを開始していきたいと思います。ね、むしろちゃんとエサちゃんがね抜けちゃって7人体制にはなったんですけれども、一応契約を更新して新体制でのカムバックということで、もうめちゃめちゃ楽しみにしてました。で、今回はタワレコで事前予約してた2冊、こちらがタワレコの特典なんですけど、多分これケータウンの特典ですね。こちらが2冊と、であとタワレコでフーズファンジャパンっていうところの特典がつく販売が、タワレコのオフライン会の日にあったので、その日にタワレコ行って4冊買いました。で、こちらはもう交換してきちゃいました、イベント会場での4枚と、あと9点でルーナマートさんでランダム3枚のうち1枚目の特典を指定できるっていう買い方で、ヨウンちゃんを指定して買ってるやつで、こっちがサウンドウェーブ特典で、こっちがディアーマイミューズのオフラインサイン会の特典です。で、特典からまず見ていきます。まずこちら、ケタはチヒョンちゃんです。今回このピンク髪のチヒョンマジで可愛いよな、わだだ思い出す。次、せーの、ピッタユジンちゃん来てくれました、可愛い。ちょっとヤサさんいなくなってね、今はね、ヨウンちゃんとユジンちゃんのトレカを集めております、可愛いです。はい、ということで次、フーズファンズジャパンの特典です。こちらは交換してきまして、じゃん、ヨウン可愛い、じゃん、ヨウンにポーズ目可愛い、そしてじゃん、ユジンちゃん、じゃん、ユジンちゃん、ということで、なんと推し2人が2種類ずつと完璧な状況になっております、ありがたいです。そしてこれがディアマイミューズさんのサイン会の特典ですね。で、こちらが1枚目は指定のヨウンちゃんです、可愛い。この鉛筆持ってるそれなんですよね。で、あと2枚もランダム、誰来てくれるだろう、せーの、あ、ヒカルだ、可愛い。でもこの鼻の下に鉛筆当てちゃう感じ可愛すぎない、ヒカルちゃん。そしてせーの、はい、あ、ダイオンちゃんが来てくれました、アップ目で可愛いですね、良いです。で、最後サワヤの、これは POB かな、予約特典ですね。1枚目、ピントさん、じゃん、ヨウンちゃん、こちらも指定のヨウンちゃんが1枚目に来てくれてます。で、あと2枚がランダム、せーの、あ、チヒョンちゃんだ、え、可愛い。このね、これ投げ中ポーズですね。最後、せーの、はい、ヒエちゃんです、可愛い。ヒエもさ、もうマジなんか大人になって美しくなったよね、ほんと可愛い。もうってことでね、指定で買えるっていうのもあったんですけども、かなりヨウンちゃん手元に来てくれてめちゃめちゃ満足です。じゃあ CD の開封いってみましょう。はい、それでは CD 開封していきます。今回はこれ通常版が3色展開なのと、あと PLV バージョン、スマホで聞くやつもあって、 PLV もオンラインで買ってるんですけど、まだ発送されてないので、またそれはおいおいショーとかなんかで紹介できたらいいなって思ってます。で、今日はこの3つを開けていきます。で、各お色4冊ずつ今日はありますので見ていきましょう。はい、それじゃあ青色からいきたいと思います。よし、なんかこのぐらいのサイズ感で、いつももうちょっと箱が分厚いからもうちょっと大きいかと思ってたんですけど、今回すごく厚みが薄めでコンパクトでびっくりしました。どうやって開けるんだ、抜くのかな、抜く感じですね。はい、こんな感じで入ってました。あ、いろいろ入ってるな、これサッシでしょ、で、お、これ CD、 かわいい、ちゃんと折り紙っぽくなってるね、すごい不器用すぎてしまえないこんな感じに CD 入ってました、びっくりした。で、これはランダムっぽいですね、ポスター、チヒョンちゃん、かわいい、マジピンク髪かわいいやん。え、なんかこれってこんないっぱい入ってんの、集合。いや、この髪型のユジンちゃんが欲しすぎるんですよヨウンちゃんかーいっていう。で、あ、もう一個集合が入ってるな、ソロと集合が2種ある感じ、ポスター、ポスターが3枚と CD がここまで入ってました。で、あとこのサッシの中に多分なんかいそう、いろいろ一旦出します。はい、先にブックレット見ていきますね。なんかこんなちょっとおしゃれな幾何学模様、いや、マジでさ、このユジンちゃん可愛すぎるんだよな。ショーティーもちょっとこう、いや、冒険家な感じで、チヒョンがマジで可愛い、ダヨンちゃん、ヒカルちゃん、ヒカルちゃん角生えてるの可愛すぎますよ、ヒエちゃん、このヒエちゃんのさ、この三つ編みもめっちゃ可愛い、似合ってるんだよな、めっちゃ可愛い。で、ヨウンさん、ポニーテールですね、前髪ありのヨウンちゃん大好きなんで最高ですね。で、最後集合ですね。で、この何やらランダム品、これ、あ、これ折り紙みたいなやつだね、ヒエちゃんだ、ちゃんと名前書いてあっててありがたい、1枚目ヒエちゃん来てくれました。で、これは何、じゃん、シール、歌詞だ、
メンバー実質の貸しシールって感じですかね。で、あとこれ何これ、なんかパズルのパーツみたいなの入ってました。ピントがなんか繋がるのかな。そしてトレカが2枚、1枚が多分これレンチキラーですね。普通のトレカピント、せーの、ひよちゃんだ。今日めっちゃひよちゃん来てくれる、ありがたい。レンチキラー、せーの、おい、ひよちゃんだ、かわいい。ハートと2個目のなんか繋がるハートと、そして2人が来てくれました、かわいい。それじゃあちょっとランダム品だけざっといきます。揃うきしね。これレンチキュラー。あ、ヨーン来たー。嬉し
ツみたいなの出てきました。あ、これもニューパーツじゃない？パズル完成するのかな、これマジで。で、折り紙、ポスター、折り紙、ポスター、折り紙、ポスター。ポスター見てきます。ヨンちゃんをください。せーの。きたー！え、しかもめっちゃアップで可愛いんだけど。え、ユジンとヨン出たし、え、後ろ完璧。あ、トリカですよ、トリカ。可愛いし。次、せーの。え、可愛いし、まさかの2連ちゃんはありがたさすぎる。次、せーの。ほい、え、ちょっと待ってくる。え、これ違うとこで買ってんすよ、マジで。こんなことある？まさかの4、3連ちゃん。やばすぎ？白引きいいな。この調子でトリカも来てほしい。折り紙はジェヒョンちゃんとダヨンちゃんとヒエちゃん。だいぶメンバー出た気がする。あと誰が出てないんだろう。ちょっと後で見ましょう。で、延期キラー、せーの。はい、光がかわいい。こんな感じですね。次、せーの。ヒュッ。あ、ヤジンちゃん来た。かわいい。このマニモコモコボかわいすぎる。キンちゃんでしょ。次、せーの。ほい、あ、ダヨンだ。かわいい。で、最後トリカ行くか。スーフー。せーの、ほい、あ、ひえちゃんかぶりましたね。次、せーの、ひひょんちゃん、今日めっちゃ来てくれるじゃないの。ありがとう。次、せーの、ほい、ユジンちゃん来た。マジ、このユジンかわいすぎる。これ超欲しかったからめっちゃ嬉しいわ。かわいい。はい、じゃあ最後ピンクいきます。なんかレンチキラーだけは4来るんだけどな。そうそうそう。で、先日あったタワレコのイベントの話をしたくて、タワレコさんのシリアル、事前予約制のもらえるシリアルのやつで、全員お見送り会になんと当選することができました。で、ちょっとギリギリまで行けるかわからんかったんやけど、なんとかお仕事お休み取れたので行ってきたんですよ。で、なんと今回動画撮影可能ということで、スマホを構えながらお見送りしていただいたんですけれども、まあ、よそ抜けてよう真似じゃないですか。だからもう最後なわけよ。私はユジンと呼ぶんだから最初と最後なんですよね。もうで、隣のメンバーにはマジで全然こう、前の方が喋ってたりとかして、ちょっと反応が遅れたりとかしたのもあって、マジごめんではあったんだけど、でもね、それでも美しい姿っていうか、まあ、てかそもそも忙しい中日本に来てくれてることにマジで感謝だし、幸せでした。一瞬だったけど、あえて、そう、本当にね、で、動画の感じで参加してきましたという感じでね、もうなんかレポっていうほどレポもないんですけれども、参加してきました。でさ、あとさ、超どうでもいい話して申し訳ないんだけどさ、今までさ、メンバー9人だったからさ、9ポケットでさ、トリカ入れてたんだけど、7人になったじゃないですか。どうやって入れるのが正解なんだろうか。コンプしないっていう方がいいかな。今までは言うてコンプはしてないんだけどね。一応9人決まる前提でこう入れてたんだけど、まず3種類だからこう横に4人ショーティンみたいな感じで入れるのかな。でもそうするとさ、裏表でさ、ヨウンちゃんだけあぶれちゃうんだよね。7人って絶妙やないっていう私の悩みなんだけど、皆さんどう思いますか。どうするのがいいと思いますか。奇数って難しいよな、マジで。やっぱ5ポケはさ、だから10ポケがあるからあれだけど、見ちゃったんですけど、他のやつ紹介しながら見ます。まず CD、 最後ピンク色ですね。かわいい。てかもうマジでこの包まれてるのが本当にかわいい。ポスター、じゃん、ひえちゃん、かわいい。最後はちょっとこの派手派手な感じのカジュアルな感じの服ですね。かわいい。で、集合が1枚シャオティンがツインテールなのいいですね。ヨウンの帽子はずるいです。こういうちょっとボーイッシュなよりも可愛いんだな、ヒエ。可愛いな。こうちょっとね、メイクでそばかすある感じね。可愛い。はぁ、可愛い。この子は何やっても可愛いんだけど、可愛いな。
あ、シール。色違うだけでやっぱ一緒っすね。はい。ポスターを、じゃあ、出るんだけど。よし。ポスターいきます。せーの。ほい。あ、シャオだ。かわいい。タイルよ。かわいい。シャオって今日あんま出てないよね。あ、ポスターだけ出たっけ、最初。次、せーの。ございます。可愛いです。ちょっと引き強い。ポスターだけめっちゃ引き強い。いや、ちょっとトレカ来てもろて。じゃあ、折り紙ちゃん。せーの。ほい。ひえちゃん。シャオって、シャオは新しい気がする。ヒヒョン。ヒヒョン。あと、パズル。これ新しいよね、このパーツ。なんか、あれ見た、横浜の。あ、これも新しい。これかぶった。これ繋がるんかな。なんかまだ足りなさそうだけど。あとでやってみます。次、レンチキュラー。いきます。せーの。よいしょ。レンチキラーまさかのコンプじゃない。イエーイ。あ、ライオンちゃん来た。やばい。次、シャオティン。で、ライオンちゃん。ライオンもめっちゃ出てくれてる気がする。かわいいっす。そして、トレカ。マジトレカだけ4出ないんだよな。せー、ちょっと待って、これ揃ってるわけ。はい。せーの。やったー、やった、来てくれた。ありがとう。よーし、来てくれました。で、シャオちゃん。ユージンちゃん。ユージンちゃんコンプじゃない？最後。ヨンちゃん。で、最後の、やつポスターも、レンチキュラーもこれも2枚ずつ来てて、めっちゃいい。4運のやつあったんじゃない？全部。4運箱。イエーイ！はい、こんな感じでパズルあと1パーツ足りなかった。惜しい。ハートでした。あと1個。で、トレカちゃんはちょっと、9人のトレカを別の場所に移動したので、7人ここに入れていきます。他のさ、開封の時もさ、こうやってトレカセールまで、ちゃんと動画内で終わらせればいいのにさ、後回しにするからすっごいトレカ溜めちゃってるんですよね。マジ。片付け苦手ますぎて、トレカセールとかめっちゃ綺麗にされてる方、ほんと尊敬します。どうしようかな。1ページ目はヨウンちゃんの特典でヨウンちゃんばっかりにしようかな。なんかまだ何も決めてないんだよね。私さっきのほら、7枚問題もあるから、絶対後で入れ方変えちゃいそう。多分トレカの枚数とかでもちょっと気持ち減った。なんかレンチキラー入ってるから結局2枚か、前も2枚とかでしたけど、でも前の方が種類が多かったのかな。なんか変わってる気がするんですけど、皆さん感想はどうですかっていうのちょっと聞きたいです。ぜひ購入した方がいたら教えてください、コメントで。じゃあまず1ページ目にヨウンちゃんを収めるか。はい、得点は4枚です。次からユジン、シャオティン、チヒョウみたいな感じにしようかな。そうすると絶対ヨウンちゃんだけ別ページになっちゃうんだよな。ユジンちゃん可愛いし、ユジンだけ揃った。チヒョンちゃん裏にレンチキュラー入れよう。はい、というわけで1ページ目のコメントは見えてないし、よいしょ、こんな感じですね。今回マジでユジンちゃんたくさん出てくれたのは私的にはめっちゃ嬉しいですね。今回マジで順位で、よいしょ、チヒョンちゃんもかなり来てくれた。はい、です。じゃじゃん。で、次がだよ。光る。もうダヨンちゃんのレンチキラーだけめっちゃコンプしちゃってる。光るが全然いなかったな。だけだ。で、ライオンちゃんは無駄にとか言ったら怒られるけど、レンチキラーだけコンプしました。って考えると、やっぱヨウンもレンチキラー結構来てくれたから、レンチキラーはダイオンとヨウンと差が多かったんだね。はい、こんな感じです。ふむ、ヨウンちゃん、どうしたらいいかな。ヨウンだけ3コンプ目指す。7人問題解決するかな。アホすぎる。ちょっと一旦どうするか分かんないので、ヨウンちゃんは1ページ占領という形にします。ピンクしか2枚ないけど、
すればいいんだよねきっとね。はい、ということで封入こんな感じで、あと電池キラーはね用意されました。はい、というわけで本日はケプラちゃんのティピタップ開封してきました。折り紙はね光るだけなかったわ。光るちゃんだけなしでした。で、これも2段のやつだったら入るかな。2段のやつ買って入れよう。あとポスターもこのサイズのだったら入りそうだから1枚そのままビュッて入れられるスリーブ、スリーブリフィルを買ってきて入れようかなって思います。なんか7人だったら揃えたくなっちゃうね全部。危険危険です。で、タワレコの販売も来ると思うんで気になった方はぜひ手に取ってみてください。マジヨモンちゃんのポスタークソいっぱいあるな。やっぱヨモン3種類揃ってた、イエーイはい、ということで本日はケプラーがティピタップ開封していきました。曲調もねすごい軽い感じで何回も聴きたくなっちゃうような、口ずさんじゃうような感じの曲になってるので、気になった方はミュージックビデオ概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。一緒に応援していきましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。初めて来たよって方はぜひチャンネル登録お願いします。そしていつも来てくれる方はぜひいいねボタンとコメントで今回のケプラーちゃんたちよかったよとかぜひコメントしてもらえる